取れそうな感じです。ですね、はい、登山です。登山、どこの登山でしょう、はい、今回は、日帰りでちょっと低山にはなるんですけど、はい、石割山に登っていきたいと思います。初めて。そうです。で今日はね、撮影される側として山広さん、すごいよ。モデルさんとして。今回はジャック・ウルフスキンさんと、はい、ジャック・ウルフスキン様のお仕事をいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてお仕事いただいたのは、はい、はじめまして、ジャック・ウルフスキンの吉笠です。お願いします。お願いします。今日はありがとうございます。二人についていけるかちょっとドキドキしてますけど頑張ります。お願いします。そしてなんとなんと、あれ有名な有名な、はい、カメラマンの大源です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも動画見させていただいております。またあの概要欄に貼っておりますので、よかったら見てください、はい、あのガジェット系でね、うん、有名です、はいはい、じゃあよろしくお願いします。ということで今回、まあ、大さんは登山初心者ということで、はい、まあ、そんな長いコースではないんですけど、うん、まあ、カメラ道具を背負って、はい、まあ、どんな感じになるか、まあそこも見ものとして見ていただけたらと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ頑張りましょう。頑張りそう。はい、黒が珍しいから違う人みたい。もう取れそうな感じですね。登山開始です、今日は石割山、初めての山になるんですけど、天気が良ければ富士山が見えます。それを期待して山に登りたいと思います。駐車場からもうすぐ道が結構ね、ガリガリともう凍ってる感じなので、もうチェーンアイゼン初っ端からつけて歩きたいと思います。石割山の一つの特徴、鳥居をくぐって登り始めが、まず400段の階段を登ります。しまった。階段一個一個崩れようと思ったけど忘れてた。という感じでなくなりますよ。そうですよね。まず一回目が登り終えて、でもう一回終わったと思ったら、また全然、多分半分ぐらいはあるかな。今のところどうですか？結構最初からしんどいです。あの運動好きなんで、はい、まだ大丈夫です、ね、いやでもなんか余裕感ある。歩いてて全然喋れてるから、あ、うん、まだ大丈夫です。もっとなんか
えげつないコースでも良かったかもしれない、って思いました。だ普通の人は多分ここで結構息切れする範囲だから、ね、全然運動慣れしてはるなって思いました、ね。ごめん、喋りながらはね、うん。じゃあちょっと無駄に一往復して。一往復。すごい嫌だ。長い。はい。あ、そうです。はい。富士山めっちゃ綺麗に見えてるけど木が邪魔。動くかなってどれ脱いだらいいんだろうか、うん、足でやったら中の方がいいかも。フリース脱いだ方がいい。フリース、うん、すごいこっちから見た感じが祭ってるかな。なんか存在感ありますよ。ご検討いてください。結構狭いよ。いや確かに滑りそう。富士山ドンと出ておりますよ。めっちゃ綺麗。独立。あと撮るのは今日のコーディネートのところは、まあ、そこコメントいらないですもんね、はい、であとお昼のところは、はい、僕はちょっとやっぱり売り上げ悪かったですけど経費ブルスキンのチャイナとジャパンはそれぞれ、でもほんまにずっと使ってるんですよ。石割山山頂から今まだ時間が8時なのでちょっともうちょっと歩こうかなっていうことで周回コースで今回帰りたいと思います。次行くのが平尾山っていうところでだいたいここから35分ぐらい。平尾山に行く傾斜がすごい。トレッキングポールはあった方がいいですね。これあると全然変わりますね。違いますね、はい、でもあの全然こけてもらっても大丈夫です動画撮ってる時どうですか大さん。歩いてみてめっちゃ気持ちいい感じで歩いてました、ね、なんかしんどくないですか、ね、はい、全然ちょうどいいぐらいです、はい、なんかいい登山やな、はい、じゃあここで大さんをかっこよく
撮ってみようかな。コーナーコーナーできた。じゃあそっちに撮ってもらっていいですか。はい、これあじゃあストックは置いておきましょうかね。はい、いやそれは一回ちょっと後ろに下がってください。もうちょっと不気味になってます。挙動不審になっちゃって。まあカメラやってる人はね撮られるの嫌なんですよ。慣れてないですからね。じゃあ一回あっち向いてもらっていいですか。はい、後ろ向いてもらって OK です。動いてもらっていいですか。足元、はい、足元、はい、あ、いいっすね。手をはい、ゆるめていただきましょう。 OK、 OK、 じゃあ一回歩いていきましょう。一緒に歩いていって、はい、一緒に歩いてくださいね。一緒に歩いてくださいね。 OK、 こっち見た、こっち見た、知ってます？あ、ジェリー写真。これでも確かに嫌です。みんな見てますからね。そこをちょっと通っていって、はい、その辺で横からこう振り向いてください。じゃあ歩いててください。ゆっくりゆっくりですよ。はい、あ、じゃあそこでこっち見てください。 OK です。あ、いい感じ。モデル慣れしてますね。あ、じゃあ後ろにちょっと片方だけ回してください。あ、いいですね。じゃあ一回顎下げてください。そう、 OK です。で一回少々こっち見てもらって、でもう一回こっち見てください。顎下げてください。はい、でこっち見てください。はい、ニコって待ってください。はい、お願いします。 OK。先よりもちょっとやっぱりね富士山が近くなったのと、じゃじゃーん、見てください、富士山と山中湖。でもまあでもたこ焼き、いやたこ焼き山頂でお菓子だよ。ジュリさんがずっと、まあ、奥さんですけど、まあ、たこ焼き作るって、いやたこ焼きないなって思って思いついたんですよ。大阪王将です。大阪王将になりました。半分でいいんじゃない？やっぱ全部入れるの入らなさそうとさせてくる。そうするとあのドライ、ずっとドライ、うんうん、言えにくい。外で食べる鍋はうまい。もう皆さん食べてほしいです。どうぞ食べてください。皆さんいただきます。食レポは苦手ですけど。大阪王将の水餃子を使って水餃子鍋です。隠し味は最後のごま油です。ごま油でいい感じ、一気に中華っぽくなる、中華っぽくなる。まあ、YouTuber の第3だから、そりゃ美味しそうなコメントができるんだよ。やめて、散々僕に求めてきてるからね。やめてください。さすがに美味しそう。いや、もう匂いがいい。匂いがいいですね。はい、いただきます。どうぞどうぞ。うわ、あったまる。やっぱ疲れてるから、うん、ちょっと塩分がいい感じですね。じゃ
じゃあ大阪王将の餃子いただきます。水餃子食べるの初めてかも。え、そうなんですか。はい、焼き餃子の方は、あの焼き餃子の方は結構食べるんですけど、いただきます。うん、もちもちでうまい。どうですか、大阪の味。大阪の味最高です。焼き餃子とちょっと違った良さありますね。すっごいもちもちしてるから。もちもちでしょ、はい、美味しいでしょ。じゃあ、ゆうさんにもいただきます。あ、そうなってくるんです。あ、もうどうぞどうぞ。いただきます。どうぞ。大阪王将、やっぱ大阪王将だから大阪の味ですよね。大阪の味です。あ、うまっ。しかも確かにごま油めっちゃ効いてて、ごま油効いてるでしょ、うん、美味しい。それ僕が作ったんですよ。あったまります。男の味。男の味。実は大阪王将初めてでした。あ、初めてですか。美味、うん、しい。美味しいですね、うん、冷凍です。文化ですから、ね、文化ですね。文化であり文明であり、うん、冷凍食品。大阪王将の方が好きです。あ、そうなんですね、はい。背面調整ができてサイズが変えれる。じゃあ帰りましょう。はい、帰りを一番気をつけて歩きたいと思います。滑りそうな。いっぱい撮ってくれました。綺麗かった。多分あっちの山まで行ったらだいぶ綺麗と思うけどな。まあ一緒っちゃ一緒、想像はできるな。ぐらつくので気をつけてください。期待には応えない。富士山めっちゃ綺麗でした。こんな綺麗に見えることがあんまないんですよ。すごい良かったです。初めてかも、こんな大きく綺麗。だいたい新幹線の中からしか。そうですよ、いい経験になってもらって、ね、またな、なんか機会があればな、またできるかわかんないんですけど、泊まりのやつとかもやってみたい気持ちはちょっとあります。それは全部貸してください。今回は楽しく行きました。さんとのコラボでした。で、僕がその出てる YouTube は概要欄に。ありがとうございました。ありがとうございました。